この子と一緒に見れたっていうのがまたすごく良かったなと思います。なんだろう、その映画の中のまどかさんの陣痛出産に合わせてきっと彼も思い出したのか、陣痛が辛くなると泣いて、生まれたらほっとして寝てみたいな。すごく、あの私自身ももちろんですけど、家族で見たいなと思う。何でした、なんで今日とはいねえんだと思うぐらい。妊娠して、まあ、元気に生まれるってことは、もう奇跡的なことなんだなって、改めて感謝しました。可愛くなりましたか？可愛くなりましたね。本当に一層に可愛くなりました。